おはようございます。2024年、4月8日、吉田瀬戸内新聞ニュース号外でございます。昨日ですね、福山市議会議員選挙が、告示をされました。告示じゃ、執行されました。すいません。投票率がですね、今回 41.15% ということでね、前回の 38.34 から3ポイントね、回復したということです。前々回が44.69だからね。こう下がったのがね、半分ぐらい回復したというところだと思います。一つはやっぱり候補者がね、10人増えたということでね、非常に選択肢もね、増えたと。その結果としてね、新人当選ね、新人の当選やね、現職ね、落選も、出てきたということです。で、令和がね、初議席。やっぱり、令和初めてのね、県内で初めてのね、議席というところとね、共産党さんがね、候補者をね、絞ったけど、3からね、2に減らしたと、いうことで、得票の方もね、かなり1万、以上あったのがね、7000、強にね、減らしたと。得票数ね。これだけね、全国的にね、やっぱりその、自民党への批判が強まっているときって共産党って非常に有利なはずなんだけどね。これ減っちゃったっていうのは非常にね、やっぱり深刻に、ね、受け止めてほしいと思うんです。絶対にクリーンな政治を求める票っていうのはね、増えてるはずなんだけど、それがね、共産党に行ってないというところですよね。令和に行ったとかね、いうのはね、部分もあるかもしれないけどね、それはやっぱりもう、ちょっとね、違うかなと。投票率上がってるわけだからね、その分ね、増やしてもいいんだけどね、これ減っちゃってるっていう部分がある。そういう意味でね、非常にあれですよね、共産党さんはね、ちょっと反省をね、していただきたいなと思います。本当ね、いろいろ言いたいことあるんだけどね、でも、私もね、れいわ新選組ね、1年前のね、県議選にはね、応援をいただきましたんでね、推薦をいただきましたね、当然ね、恩返しという形もあります。ポスター貼り等はね、お手伝いをさせていただきました。そうね、直前、ほぼ直前のね、本当ね、直前ですよね。立候補表明でね。表明にもかかわらずね、やったと。うまく当選をね、本当ね、当選されたっていうことね。やっぱりこういうのもね、市議選っていうのも政党のあれじゃないからね。やっぱり、いろんな戦術とかね、あと候補者と周りのご労力ってのもあったと思います。それからもう一人ね、ちょっとね、警察官ね、もう裏金、告発者、裏金告発者ですね、裏金告発者のね、安友さんね。768票か。獲得されたということですね。ちょっとね、もう今回はね、残念もね、もう残念もね、検討されたと思う。非常に検討されたと思いますよ。本当ね、当日ね、いきなりね、立候補表明ですからね。本当、
告示当日ですからね。うん。もう、まあ、ほんと、お金をね、なるべく、かけない選挙でね、されたということ。まあ、いわゆるね、街宣車でガンガンね、やるとか、そういうことはされなかった。事務所もなしと、いうことでされたと。まあ、ほんとね、政策だけですよね。ビラ飲み、ビラ飲みね。法廷ビラ飲みですよね。ほぼね、法廷ビラとね、まあ、マイクのみ。一部マイクのみということでされたと。まあ、こういうね、選挙のやり方。ね。まあ、政策自体はね、子育てを軸にということで、あれなんですけどね。まあ、でもこういう方もね、やっぱり、まあ、非常に問題提起をね、されたと思います。それもね、良かったと思います。そういう方も含めてね、選択肢が増えたと。いうことはね、非常に良いことだったのかな、と。いうふうにね、思っております。まあ、何せね、やっぱりね、投票に行かないとね、やっぱりね、市民の手からね、政治が離れてしまいますんでね、ぜひね、市民の手に政治を取り戻すってこととね、もう一つやっぱり選択肢をね、やっぱ増やしていくっていう努力、両方がね、必要だと、いうふうにね、まあ、結論ね、付けさせていただきまして、私のね、お話を終わらせていただきたいと思います。まあ、引き続きね、広島瀬戸内市、民主主義、政治をね、私で、取り戻す。私たちの手にね、政治を取り戻すね。本当にね、あなたの手に政治を取り戻す。ね。一人一人のね、手に政治を取り戻す。ね。広島を取り戻す。広島市民革命。皆さんと一緒に進めてまいりたいと思います。まあ、本当にね、とにかく、とにかくね、選択肢がね、増えね。そしてね、投票率がね、良かったということをね、私として、皆さんに、ご報告させていただき、まあ、昔はね、もっと、ね、不毛な選挙だったんですよ、福山の市議選挙もね。昔はね、やっぱり、もう結果が決まっていてね、決まって、本当につまらなかったんです。でも今回はね、選択肢が投票率上がったというのは良かったな、ということですね。そういう延長線上にね、やっぱ政治も良くなってくると思います。それではね、失礼いたします。